赤壁での勝利は曹操の覇道を大きく前進させた。このまま各地の諸勢力を制すれば乱世の収束へと至るはず。帝はその功を称え、華北一帯を治める曹操を魏公に報じた。一方、敗走した孫権は権業まで引き、堅守の構えを取る。また連合した劉備も孫権に従い、呉軍の地に投入していた。相も変わらず寝なし草の劉備は当面の脅威足りえない。ならば孫権がその力を取り戻す前に叩くことが先決。そう判断した曹操はすぐさま孫呉征討の軍を起こす。赤壁の戦いからわずか2ヶ月の後のことである。長領、天尉、長江、そして曹操のもとに身を寄せる彩煙、彩文旗、曹操帰化に集う多様な彩が今権業に孫呉の明日を立つ。書くかよ、この権業をどう落とす。赤壁で我らは呉に大勝、戦力を大幅に削ぐことに成功しました。結果、呉は主戦派と降伏派に割れています。まずはこの降伏派の者に接触しましょう。うまくやれば互いに争わせもできようなただ貨幣での奇襲や罠が考えられます。その類に警戒して進めば問題ないでしょう。窮鼠猫を噛むとも言います。くれぐれも油断なさいませんよ。分かった。何かあればお前から策を発せよ。では行くぞ。孫吾の命数、ここに立ってくれん。さあ、城にこもる孫吾を追い詰めようか。
門を目指そう。長江殿、海軍旗殿は南側を制圧、長領殿と天尹殿は西側から侵入。頼む。悲しきダーセの終焉までもう少し。今私たちにできることをしましょう。私にできることは美しき戦の希望の超旬が光を、この戦を勝利で飾りましょう。来い、我がチームで葬ってくれるわ。希望の光、これ以上は持たぬか。願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。その勢い誰にも止められますまい。ものだね。見ているだけで楽しくなってくる。
知略やめさせてもらおうか。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。どこで読み違った？さすがにまずいな。ぶちのめしてやるもんだぜ。そう何度もやられてたまるかっつの。さあ覚悟しなよ。忘れてくれ。この地は私が制しました。
だったと思うなよ。敵将討ち取りました。天人様は父様や作人様の志を継いでるの。あなたたちに邪魔はさせないわ。孫の三代の志終わらせはせんぞ。見さらせい。これが孫悟の武の髄よ。燃える魂。叶えろ。光をなんかにならないと。でも油断しないんだから。ダンスの心の巣の時代になるんだ。私はそれを止めるべく戦場に立つのです。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。お主がわしの相手か。勝負せいや。こちらに下ったようだね。他にも同じような人がいるんじゃ。彼らも全員こちらに基準させられるという。そうすれば敵の士気は相当下がるはずだ。このありさまです。手を貸してくださいませんか。その勢い誰にも止められますまい。今です。天行城の門をすべて閉めてください。こっから先は友達以外侵入禁止。みんなしっかり守ってね。希望の光を。どうやら分断されてしまったようだね。光を。このままでは本陣が危険だ。まずは城門を開けさせる。その後本陣を狙う敵を倒しに行くとしよう。我らは戦うなと言ったのだが。殿は一目のない戦そちらに下ろう。なんと壮麗な戦ぶり。ソロスの限界か。これも俺の甘さにだが。もう本気で来るなんてひどいよ。敵将討ち取りました。私が相手です。
となものだね。見ているだけで楽しくなってくる。相手ではないか。ここまでだ。降参する。ああ、見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。これ以上は持たぬか。
願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。奇襲黄金が相手となろう。覚悟。最初から逆らうつもりはなかった。
きた知力、味わうがよいぞ。我が願いは天下の太平、曹操が乱世を治めるならそのもとへ下ろうぞ。これで狂人派は全員下ったかな。孫権にとっては大打撃だろう。もうお救いくださるか。命拾いしましたぞ。重臣たちがこれほど曹操に下るとは。これも私の不徳と不明ゆえか。私の負けだ、曹操。孫悟は今日この時をもって義に下る。孫悟はここに下り、宝刀は我がものとなった。残るは劉備、奴を討ち覇道を完遂する。